今日もゲストスピーカーで学者の会から一人呼びたいと思います。信州大学の久保先生です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。信州大学人文学部の久保徹と言います。私は歴史学研究会の委員長も務めていますけれども、今日は一人の歴史の教育研究に関わっている立場から、今回の戦争法案にどうして反対するかということについて一つだけ話をしようと思っています。それは1週間前のちょうど8月14日、あの安倍晋三という人物が発表した談話についてです。あの談話はですね、歴史を勉強している立場から言って、2つだけ絶対許せないということがありました。一つはですね、戦争をやらない、侵略戦争を反省しますということを、自分の言葉では言ってないんですね。全部他人の言葉です。で、正確に言うために大学の先生っぽくですね、ちゃんと引用します。侵略など武力の威嚇や行使は国際紛争を解決手段としては用いない、こういう文章を入れました。この文章を主語は誰だと思って探したんですが、主語がありません。日本語は主語がなくて書けますね。英語に訳して、中国語に訳してどうなる。英語では We、 中国語では我们、どちらもですね、我々という抽象的一般的な表現です。宗山さんが言ったようなですね、私は反省するってことを一言も言ってない。そしてもう一つの大きな問題はですね、日露戦争は美しい戦争だということを言っているわけです。また引用します。私じゃないですよ、安倍晋三が言った言葉です。鍵括弧はじめ、はい、アジアで最初に立憲政府を打ち立て独立を守りにいたのが日本だというふうに主張するわけです。を立憲と言ったのはいいけれども、あなた立憲するそうとしていいじゃないかと、まあ、ちょっとちゃちゃ言いたくなりますけども、とにかくそういうふうに言った。その後です、問題はですね、日露戦争は植民地支配のもとになった多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけた。何を言ってるんだ。日本とロシアが戦争した場所はどこだ。中国、朝鮮で戦争してるわけですね。そこでたくさんの中国人や朝鮮人が傷ついています。そしてお互いに利権を争った醜い戦争だった。今でも中国の人、朝鮮の人はあの日露戦争を恨んでいます。そのことを考えないで日露戦争をこうやって美しく描く、まあ実はこういうのは司馬遼太郎といったら前やったことあるんですけれども、まあそれを言います。とにかく非常に偏った歴史観を持ったのが今の安倍晋三という人物です。この2つの点、侵略戦争への反省という言葉を自分の言葉で言えない人物、日露戦争という外国でやった戦争を美しく考える人物、こんな人物が考える集団的安全保障という美名のもとでの今の法律はですね、戦争を進めるための法律が何者でもないと私は思います。ですからこの1週間前の談話は改めてこの現在の安保法制の危険性を示した。で、歴史学研究会という団体は全国で2000人の歴史学の研究者が参加している団体です。で、私たちの運営のために2週間に1回委員会を開いています。7月の最後の金曜日はその委員会を休んで皆さんたちとの行動に合流しました。で、私たち歴史学の立場からもですね、今回の法案に反対する声明を出しております。また
信州大学でもその前の日7月30日に学部の枠を超えて学生と教職員一緒になり市民とともに130人のシンポジウムを開くことができました。これは信州大学にとっては初めての経験です。でこうした広がりが学問の場所でも大学という場所でも広がってきている、これが戦後70年目の日本の今の到達点だと思います。これをもう少し広げる、もう少し強くする、それによってこの法案を絶対に阻止しましょう。皆さんと共に頑張りたいと思います。